チキン南蛮。チキン南蛮は宮崎県発祥の鶏肉料理。鶏南蛮とも呼ばれるが、同名のそば料理とは異なる。鶏肉に小麦粉を振り、卵液を絡めたものを揚げ、甘酢に浸した揚げ物料理。元来は胸肉を使用するのが一般的だったが、現在は脂肪分が多くボリューム感もあるもも肉を使う料理店も多い。上からタルタルソースをかけたものがポピュラーであるが、発祥の店の一つ、じかちゃんは、現在もタルタルソースを使用せず、タルタルなしでもチキン南蛮と呼んで、間違いはない。高知県をはじめとした四国の一部地域では、タルタルソースの代わりにオーロラソースが用いられている。宮崎県では惣菜屋や飲食店で定番メニューとなっているほか、各家庭でタルタルソースを作るなど宮崎のご当地料理、家庭料理として広まっている。スーパーマーケットなど食料品小売店では、チキン南蛮用のタルタルソースや南蛮漬けのタレなどの家庭用商品が販売されている。首都圏や関西圏において、宮崎料理を提供する飲食店のメニューや、コンビニエンスストア持ち帰り弁当チェーン店で弁当のおかずとして取り入れられた結果、現在では日本中に広く浸透している。2007年には農林水産省による農産漁村の郷土料理100選のご当地人気料理特選にも選定された。ただしちゃんのチキン南蛮、小倉のチキン南蛮、この料理の発祥説は2説ある。じかちゃんをチキン南蛮の元祖とする説と、タルタルソースのチキン南蛮を考案した、小倉を元祖とする説である。かつて、宮崎県延岡市内にあった洋食店、ロンドンで、昭和30年代に出されていたまかない料理の一つに、衣をつけて揚げた鶏肉を甘酢にさっと浸した料理があった。この店で働いていた、後藤忠が、これを大衆食堂お食事の店、じかちゃんにて売り出した。タルタルソースは使用しない。現在の主流となっているタルタルソースをかけたチキン南蛮を考案したのは、同じくロンドンで働いていた甲斐義光とされる。宮崎市の小倉2号店としてオープンした洋食屋ロンドンにて1965年に販売された。どちらの説も宮崎県延岡市が発祥とされている。これらは、地元料理として親しまれ定着していった。延岡市では2009年7月8日に、じかちゃんと小倉の関係者や大学関係者、料理研究家などによるチキン南蛮発祥の地宣言シンポジウムが開催された。チキン南蛮丼。ありがとうございます。